ぜひ、うん、さあということで、はい、いよいよでございます、はい、このランウェイにダウンタウンさんが来られました。さあそれでは登場していただきましょう。ダウンタウンさんお願いします。やっぱり大崎宏がいないと雨降らないね。いやすごい。さあお二人は顔の両脇のほらすごい長いの長いのさあこれ、いやどうもやっとお帰りなさい。いやマッシュ大崎ありがとう。さあ今ダウンタウンのお二人が到着しました。あ、ここでございます。ここで僕どこにします。ここで。はい、どうも大崎の方へこちらへ。ウィットウィット、はい。いやさあ、いかがですか、ダウンタウンさん。いやどうですか、浜田さん、よかったですね。いや すごくないですか。すごいです、去年よりも人数増えてません。人数も増えてますし、はい、で今月の23日にいよいよ、はい、万博が、うん、どこになるかというのも決まりますから。そう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 、僕は今日これだけのためにあの大阪帰ってきてますからね。この歩いていただくために。浜田さんはなんかついでの仕事でこっち来てるから全然思いが違いますよ。違う、収録のついででこいつ。違うでしょ。違います。これがメインですよね。当たり前じゃない。今回はさ、改めて、もう松井知事いかがですか。松井知事いかがですか。本当にね、もう去年も、はい、お二人に、はい、松本さんに盛り上げていただいて、それも今年ね、はい、これ来ていただくのに、はい、歩くんやったらけえへんって言われましてね。そんなことで、プロ、ほらまたほら言うてない、言うてないわ。カメラ止めてください。フロートのようにフロートなかったらもう見てへん。いや言うてない、そんな言うてない。いやほんではとにかくね、歩く距離を決めていただきまして、乗り物までね、今回用意しました。用意しました。いやいやいや、これでね、11月23日ね、はい、もう間もなく。これはもう、あのもしもの結果出たらね、はい、これもう僕の責任ではないと思いますよ。本当ですよ。アンバサダーの責任です。誰のアンバサダー。そりゃそうですよね、市長。この際ね、人気ないナンバーワンこの際ね、こんだけの人がね、期待してくれてますから。そうですよ。これ期待裏切ったら僕もそらあれやから。なんかあれ、うちのおかんがね、万博大阪決まれへんかったら平行いて寝るって言ってた。軽いな、軽いなと思って。むちゃくちゃ軽いじゃないですか。平和別にどうでもええやろって言うからね。いやもうでも、はい、やはり万博が決まったとなれば、はい、これ以上の皆さんが、はい、そうです。何倍もの皆さんが大阪を訪れますから。まあ、今予定ではね、はい、2800万人。2800万人が、はい、来ていただこうと。万博をやれば、はい、決めたんですよ、ね。訪れると、これで結構拮抗してるらしいですね。でもね、どうなんですか。まあ相手もね、強いらしいです。なかなか強いですよ、ロシアも。ほら、だからあと浜田が何か問題さえ起こさなければなんとかね。今んとこ順調ですからね。今んとこなんとかね、だましだまし来てますから。だましだまし、あれとあれさえバレなければね。いや、2個もあるんですから。あれさえじゃないんですか。2個もある。2個もある。今んとこ順調に来てますから。本当にでも盛り上がってきましたんでね。はい、もう23日は何が何でも、うん、いやもうやりましょう、ほんまにね。もうちょっとドキドキ、見守りたいです。決定したら、はい、あの今度浜田さんが、はい、あのパビリオンを、はい、ペンキ塗るって言ってました。あ、お父さんと一緒に。そうなんだ、と一緒にね。そうなんだ、前回ました。70年の万博、用意してます。70年の万博、浜田さんのお父さんがソ連館塗られましたので、そうやってね、なんかやっていただきたいですよね、北は。今度もうソ連館ないんで、ロシア館で。ロシア館、知事、めちゃくちゃ巻きかかってるんで、まだまだまだいいですか。さあ、まだまだお話はつきませんが、ここで皆さんでフォトセッションと参りたいと思います。はい、はい、それでは私ミニラーです。よろしくお願いします。こちらの方にお願いします。それではすみません、センターにじゃあいただきましょう。お願いします。お願いします。それでは右側に目線をいただき、
ということで撮影の方も終わりました。フィナーレでございますけれども、さあ大谷さん、この御堂筋ランウェイ初体験いかがでしたでしょうか。そうですね、やっぱ地元だったんで本当にいっぱい今日パワーもらって、はい、またあの満腹の撮影頑張りそうです、ね、はい、いやよかったです、はい、ありがとうございました。そして本当に素晴らしいライブを見せてくださいました小袋さん、御堂筋でのストリートライブいかがだったでしょうか。はい、もうこんな楽しいイベントさせてくれるあの大阪という街は本当すごい街だなと思いました。感謝です、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございました。さあそしてダウンタウンさんはいかがでしたでしょうか。そうですね、ちょっとプライベートなんで写真は勘弁してほしかったんですけども、ちゃいますよ、大好評ですこれは大公式なイベントですからね。これがプライベートなんです。ラストスパート頑張りたいと思います。本当にそうです、よろしくお願いします。いやでもほんま、はい、ほんま頑張ってほしいですよね。いや本当ですよ、やってますよ、もうお二人もほんまですよ。パキスタン、おとといは、まあ、いろいろパキスタンでいろいろ動画いろいろあるでしょうね、遊びにでしょ。違う大問題よそんなもん。仕事仕事仕事日程でね、間違えて早く帰ってきましたね。殴られました、殴られますよ。うちのおかんが大阪万博決まりんかったら平行いて寝るわかいいんですよ、もうお母さん寝といてくださいよ。大丈夫です、決まってから言ってください。はい、ということで皆さんも長時間楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ御堂筋オータムパーティー2018御堂筋ランウェイ、皆さんのおかげで楽しく閉会を迎えることができました。いよいよ今月の23日でございます。はい、ぜひ皆さんも万博が大阪でできるように、一緒に頑張っていきましょう。ということで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。そしてパフォーマンスを進めましたたくさんの方々、ありがとうございました。